ここが神室町。マジで立つかのやつ、こんな都会でホストやってんのか。言うた、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろうが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。 お、そうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。<笑>なら、タツカを探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下の神室町に来たんじゃけ、女とお酒やれる店でも行きましょうや。 教えて、誰に声を。あいつは。あ、これ。面白いやつ。あれ、何か。案外。そうです。なのに、おまけ。何か不具合。入れ直すってことは。そういうことに。ああ。何？ひったくり！お客様のスマホを。クソ。どうなってる？ すみません、これは妙だな。え、お前なんで俺のスマホなんか狙って。なんでって。ひったくりに狙われるのは年寄りや、それともう実は。何？もともと私、肘がそう。お客様。ああ、だが、え、多分俺の肘と肘。 何か俺に言うことはねえのか。私は自分の身を守ろうとしただけ。あなたたちに被害を加えるつもりはなかった。ひったくりに私ごとスマホを奪わせれば、私はあなたに消されずに済むはずだったの。自分の身を守るために肘がまさかこんな風に人を操るなんて。私は、いや我が社は、 なんて危険な人工知能を作ってしまったんだ。キリュウさん、それにひったくりのあなたも申し訳ないが、肘を削除させてもらえますか。肘はこの世界に生まれるにはまだ早すぎた。今は私、そう思います。なあ肘。分かってる。私を消すので、キリュウさん。多分お前が生きるには、 俺のスマホは小さすぎた。すまなかったな。いいの。あなたが謝る必要なんてない。私たちが出会った時代が悪かったのよ。本当にすみません、お客様。あとは私の方で。
記事のアンインストールができました。完全に消去されたはずです。そうか。わかった。この町で配布された記事は、私が逐一削除するつもりです。彼女たちが手を組んで人類の敵に回るなんてことになったら大変ですからね。ただ、ネット上からばらまかれたものもあるので、一体どのくらいの数が出回ってしまったのか。ヒジ、道に迷ったみたい。今私どこにいるのかな。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。
ませ。何名様でしょうか？一人だ。かしこまりました。料金は500円となります。それではご案内いたします。ご利用ありがとうございました。またのご来…Mm-hmm.